どうも、小瀬です。赤いチェックに金色のツリーつけてみました。親指はぷっくり、薬指はぺったり。地爪にはベースコート塗ってください。ではスタート。親指にキャンドゥのダークレッド塗ります。グリッター入っててザ・クリスマスなジェルですよね。2回塗りました。さっき塗ったダークレッドとセリアのブラックをちょっと混ぜます。ダイソーのブラシで線を引きます。中を埋めていきます。これ幅のある筆で塗ったらなんかすごいムラになっちゃったので、このまま細筆で塗ってます。今度は細いまま。縦には細く線入れます。テーブルにブルータックを貼って、キャンドゥのダークグリーン。ミラーパウダーが剥がれやすいようにエタノールで拭いてます。キャンドゥのプレート、100均のポリッシュを使います。セリアのスタンパーをダイソーのスタンプ台にくっつけてます。真ん中にドーン。セリアのアイシングジェルでぷっくりさせます。スタンプせずにフリーハンドでもみの木描けばよかったんですけど、ちょっと綺麗に描く自信がなかったのでひと手間かけてみました。できるだけぷっくり盛ります。ボーンプリティのミラーパウダー、ツリー以外のミラーパウダー、マスキングテープで取れたらいいんだけど、取れんわこれ。セリアのベース&トップをさらに上に塗り重ねます。エタノールで拭きます。トップコートで仕上げます。ぷっくり感を殺さないようになるだけ薄く塗ってます。はい、完成。
薬指にも同じようにしました。親指みたいにぷっくりさせるのは面倒くさ。今度は雰囲気を変えてゴールドでスタンプしようと思います。ポリッシュはキャンドゥのです。トップコートで仕上げます。完成。中指はまっすぐフレンチにします。ビニールテープを使ってマスキングします。しっかり押しておきます。テープの貼り際のところは特にビタッと塗ります。はみ出さないように2回目塗ります。ブラックを少し混ぜたダークレッドで線を描きます。今度はダークグリーンで線引きます。ベース&トップで段差を埋めます。トップコートで仕上げです。完成。小指と人差し指、キャンドゥのアンティークモーブを塗ります。めちゃめちゃ発色いいですね、このジェル。2回塗りました。また変なもの出してきたよ私は。これお湯丸で作ったリボンの型です。この動画で作っているところ紹介しています。セリアのココアブラウン、後でミラーパウダーをこすりつけるんですが、濃いめのゴールドにしたいのでこの茶色にしました。まずこちらの面で硬化してひっくり返して反対からも硬化します。セリアのノンワイプマットコート、硬化させる前にさっきのリボンをくっつけます。そしてミラーパウダーをこすりつけます。あんまりマスキングテープで綺麗に取れないな。
メタノールで掃除します。ミラーパウダーが混入しないように別容器に取ったトップコートを塗ります。ミラーパウダーがリボン以外のところに散らないように先に周りを塗って最後にリボンを塗ります。完成。なんかレリーフみたいになった。キャンドゥのハードラインジェルでのり付け。ブリオンをつけます。トップコートで仕上げます。ブリオンが取れちゃうかもと心配な場合はベース&トップを挟んでください。完成です。指にのせてみました。中指はこんな感じかな。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。